で、さてその次はもう一つは研究の問題です。で、一応そこにはその研究成果との関わりから研究プロセス者の関わりへというふうに説明をさせていただきました。これ非常に私にとって難しい課題です。でした。で、知の創出の関与っていうのをそのビジョン2020は言っていますけれども、じゃあどういうふうに関与したらその知の創出といったことができるのだろうかということです。で、基幹リポジトリの議論というのもこれまでは基本的には研究のプロセス一番最後の部分だけにまあフォーカスをして、で研究成果をオープンにしてくださいという話を図書館はしてきたと思います。しかしながらおそらくそれだけではうまくいかないというのが今日 の、 そのデジタルのベースにある研究活動大学だろうというふうに思います。で、ここでお示ししている一つの例としてあるのは、これはシンガポール国立大学の図書館がやっているリサーチアンバウンドというプログラムなんですけれども、ここでは研究のさまざまな側面に関わる、いろいろな活動を、図書館が何らかの形で関与してそれを実現しているというものを描いています。そのエリアが何かというと、研究のアイデアの定式化であるとか文献を探すことであるとか、あるいは効果的な研究の、組織化とか分析とか管理、この中にデータの話が含まれていますけれどもとか、それから情報源の利用引用であるとか、それから、成果の公表と伝達に関わる部分、そして、社会への還元特許なんかの部分と、さらにその研究の活性を高めるといったようなことについても、関わっているわけです。で、これ非常に面白い話なんですけども、12月にですね、九州大学で実はアジアのライブラリスクールの先生たちが集まる会議があったんですが、そこでいらしていた台湾 の、 ある大学の先生がおっしゃっていたのは、自分のところのデパートメントの名前が変わった。で、昔は実はいわゆる典型的にライブラリスクールだったわけです。図書館情報学科だったわけですね。で、アイスクール的な変化をしていたんですけれども、今ですね、いわゆるそのデータ分析とか評価といったようなことがデパートメントの名前に入ってきているようになったというふうに言っていました。で、それは彼はポジティブに捉えていましたけれども、いわゆる学術情報をどういうふうに捉えるかということに関して非常に広がりを今持ち始めているというのは事実であって、で、そういったことにその対応しているところも出てきているということだと思います。それから次のこれはカリフォルニアのデジタルライブラリーで描いているものですけれども、これは研究データ管理といったことをかなり強く意識しているものであって、で、データマネジメントプランの作成のためのツールの提供であるとか、あるいは研究データの共有のためのセルフサービスのツールの提供であるとか、あるいはその、識別種の付与といったようなこと、リポジトリでのデータの蓄積管理共有、そして最後にはオープンアクセスの出版、データ出版といったようなプロセスまで、このカリフォルニアデジタルライブラリーでは関与すべきものとして挙げているという形になります。すいません、この次のスライド皆さんのプリントにないんですけれども、こういったその流れを見ていくとこの先は一体どうなっていくのかということです。で、結局のところはその研究活動そのものが全てデジタル基盤の上で行われるようになっていくだろうと思います。すでに例えばオーバーリーフのようなサービスを使ってらっしゃる研究者も多いと思います。で、そういったものをうまく使っていくといろんな組み合わせで、例えば研究費の申請から始まって、で、文献の管理、それから実験ノートの管理、それから研究データの蓄積で、論文の執筆、そこには共同執筆も含まれますけれども、で、そして投稿に至るプロセス全体がネットワーク上でデジタル基盤の上でひょっとしたらいろんな道具が組み合わされながら一連の流れとして出来上がるといったようなことはもう間もなく実現するあるいはしているのかもしれないという状況だと思います。そうなってくると、さっき申し上げたように図書館はこれまでリポジトリというもので一番研究のエンドのとこだけで突然現れて、先生これオープンにしてくださいっていうふうな今までのアプローチというのは、なんて言ったらいいんでしょうね、余計な口出しそんなところで急にすんなよっていうふうに取られかねないわけですね。なので、一番こんな形になるといいなと私は思っているのは、例えばそういった一連の流れが全部デジタル化していくと、最後に例えば論文を投稿しますというのも、例えば
この論文の内容だったらこの雑誌がふさわしいですみたいなこと、例えばサジェストされたとすると、そこでじゃあこれに投稿しよう、じゃあそれに合うためにフォーマットは自動的に変換してね、ポチッと押すと同時におめでとうございます、あなたの論文はリポジトリにも登録されましたといったようなのが出てくるようなのが、もうそんなに遠くない将来に出てくるんじゃないかというふうに私は思っています。で、そういったその変化の中で、そういうふうに変化していくということを予想していく中で、じゃあ具体的に個々の大学がどうするかっていうのが、まあ大きな課題になるわけです。で、うちの事例をちょっとだけお渡ししますと、千葉大学は日本で一番おっちょこちょいの国立大学の一つだと思っていますので、全員留学なんて言っちゃいましたしね、この間で、基幹リポジトリも早く手をつけました。で、一応オープンアクセス方針も2016年には一応採択はしています。それから多分日本では一番最初なんですけども、コーラスというふうにアメリカで呼んでいますが、出版社のサイトによるそのオープンアクセスの実現のプロジェクトにも、まあ、参加をして、で、実際に出版社サイトでオープンになっている論文というのへの、まあ、リンクみたいなものも、情報収集とリンクみたいなことをやっておりますし、またリポジトリに搭載した標本データの DOI 付与というのも最近約5万件に対して行うといったようなことを知っております。で、まあ、まあ、データを扱う、リポジトリでデータを扱うということは、まあ、いろんな経験を積んできてはいるんですけれども、ただこれまでの我々 その図書館のスタンスというのが、教育研究支援というよりもむしろ教育学習支援の推進という形で進めてきたので、いきなりもう明日からは研究ですというふうにはなかなか舵が切れない。ですので、まあ、方向性としては、その大学院生への教育学習支援の高度化という枠組みの中で、そのまあ実質的にその研究に関わるさまざまなその環境整備をしていこうというような形をとっています。それで一応、まあ、これは予算取りに行った時の絵なんです、絵をちょっと直したものなんですけれども、まあ、デジタルスカラシップっていうようなその言葉と、それからリサーチコモンズ、そしてそれに今人的支援をうまく組み合わせていって、その大学院教育を支える基盤という形で、我々の役目というのを描いてみました。で、その中でそのデジタルスカラシップというのは、まあ、どういうふうに定義するか非常に難しいんですが、一応我々が定義したのは、まあ、研究のエビデンスとか、あるいは探索手法とか研究実践、それから成果公開とか、それから研究資源の保存といったような、その研究に関わるさまざまな活動がいずれ全てデジタルで動くようになるということを前提として、それを支えていくような教育のための基盤という言い方をしています。で、特に学術コミュニケーションのデジタル化とコンテンツを使っ、デジタルコンテンツを使った教育研究を実現するといったところにフォーカスをしていて、で、あくまでもここで作られるリソースは、教育に使うのだということを一応、まあ、言い訳的には言っているという形になります。で、実際これをベースに何をやっていくかということになるんですが、すでに IIIF の、 そのサービスというサーバーというのは立ち上げて、それでコンテンツの公開というのを2018年にいたしました。国内では多分17、18番目ぐらいだったと思います。で、まあ、そこで、古典籍とか、それが植物標本画像などの、提供というのも行っておりますし、また国立歴史民俗博物館との連携で、近世の地形文書の電子化というのも行っております。で、まあ、具体的にはやっぱりこのエリアというのは、その研究データという観点から言えば、まあ、デジタルヒューマニティーズの領域のものということになるわけなんですけれども、まあ、歴史系の先生といろいろ協議をいたしまして、まあ、これをその教育リソースとしても使うといったような方向で、今具体化というのを進めているというような状況です。それからもう一つのキーワードとしては、リサーチコモンズというのがあります。で、リサーチコモンズっていうと、例えば京都大学さんでもやってらっしゃいますけれども、例えばいろんな研究 の、 ネタを持っていろんなことをやろうとしている人たちをうまくマッチングして、新しい研究領域を生み出していくような、そういったこと、あと多分京大さんですと URA 室が多分おやりになってらっしゃると思うんですけれども、そういったことでよく説明されるかなというふうに思います。ただ我々も URA 室は別に、大学のアカデミックリンクセンターとは別に持っておりますので、
まあ、イメージとしては、大学院共通教育というのを今展開しようとしておりますので、その中で、まあ、分離融合とか学際的なアプローチといったようなものをキーにしたそのオープンな交流ということと同時に、さまざまなそのプログラムをそこで提供するということを、まあ、今考えています。そのうちの その中の一つがその RDM 教材の提供というものです。でリサーチデータマネジメントを、まあ、大学院生の時から学んでもらおうということなんですけれども、ここでは、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、ある種モザイク型でいろいろな活動を組み込んでいったらどうかというふうにいたしました。これは、考え方としてはですね、RDM って言っても何やっていいのか分かってる人から分かってない人いるし、それからその分野によってもいろいろ差異があるしっていうようなことを、まあ、ベースに関心のあるところから、まあ、つまみ食い的に RDM について学んでもらえるようなその環境を作ろうというような考え方をしていったということです。でこれまだ今作ってる途中でリリースしているわけではないんですけれども、今我々としてはこういう方向性で大学院生の、まあまあ、教育学習支援、まあ、大学院生の教育学習支援はニアリーイコール、まあ、研究支援になるわけですけれども、そういうアプローチで、その、リサーチデータ研究データについて取り組むということをしております。